中央区の新年の風物詩、寒中水浴大会が3連休中日の今日、鉄砲水稲荷神社で行われ、参加者が1年間の無病息災を祈りました。境内にはふんどし姿の参加者たちが集まってきました。まもなく寒中水浴が行われます。寒中水浴大会は無病息災を願う神事として鉄砲水稲荷神社で毎年行われているもので、今回で58回目です。地元の人だけではなく、石川や大阪など全国から90人が参加しました。男性はふんどし姿、女性は白装束に身を包み、神社の周辺をランニングしたり、入念に準備運動をした後、氷の柱2本を浮かべた直径5メートルの特設プールに胸まで浸かり、心と体を清めました。今年は天候にも恵まれ、水温は例年より暖かい6度だったということです。いや、もうすがすがしい気持ちでいっぱいですね。非常に暖かいあのみそぎでした。初めてだったんですけど、すごいあの清められた感じで、はい、あのやってよかったです。今年1年無病息災で過ごしていけるだろうなっていう手応えを感じています。参加者はこの後近くの銭湯に行き、体を温めたということです。